第2戦は、キタ市淡水区の赤道橋から、ギラン県総王鎮に至る台湾北部の海岸線沿いに建設された台湾の小道である。総延長は 167.674km、淡水金山間は、淡金航路、金山至るキールン間は、基金航路と称され、古くより台湾北海岸の重要な連絡道路であった。キールン総王間は、 北部浜海航路と称され北よ、高速航路開通以前は、台北と議論を結ぶ、唯一の交通路であった。第二素地により、台湾東北海岸部の開発が進み、1979年に北部浜海航路が開通すると交通部観光局は、東北各海岸風景特定区管理所を設置、この地域の観光開発に力を注ぐようになり、 東北海岸部の経済発展に寄与している。新朝統治時代、台湾北部には淡水町が設置され、淡水から台北への連絡路以外に金包み座と鳥籠を連絡する小規模な道路が建設された。また金山から魚地古道が陽明山を越え、台北に連絡しており、引金工事の前身となっていた。キールンからギランまでの交通は、腐れ江古道により連絡されていた。 日本統治時代になると台湾総督府は台北淡水、淡水キールン、ギラン総の間に自動車道路を建設、福高から乱用系北岸までは軍事道路が建設されている。また淡水キールンはオータムロウラ街道と呼ばれていたこともある。1962年に航路法が施行された後台湾の道路はその等級により番号が付され、 台北から淡水サロン海水浴場に至る北段航路は第2線に市林より陽明山を経て北投げに至る区間を第2号線市林から国立呼吸博物院の区間を第2乙線にそれぞれ指定された当時の第2線は行政院を起点とし中山北路北投げを経由して淡水に至っていた第2号線は行徳大道と日投航路に第2乙は 自然路にそれぞれ相当した。後に、第二落ち線は、北段深度に指定変更され、自然路は、第二線より外された。1978年、北部浜海航路が開通すると、それまで県道102線であった、スナロン・キールン、福田から安陽系北岸及び102平線の、沖帝三木領、102朝線のキールン随浜間が、北部浜海航路と共に、 第2戦に編入された。また、台北市が直轄市に昇格したことに伴い第2戦は、台北県と台北市の境界にあたる赤道に起点が変更された。これにより、第2戦は、総延長が2 0トル増加し総延長1 7 4トルとなった。1993年、新規道路建設計画に伴い第2戦出線部分に、 若干の調整が加えられた。第二オ線は、淡水外環道の開通に伴い第二線に編入され、市街地を通過する旧道が第二オ線に改変され、九第二オ線の台北市内区間は廃止とされた。また、キールンダンダンギラン台系の道路、改善計画路線が第二平線に指定され、九第二平線は第二母線に指定変更されるとともに、 起点も五結合下市自ら五結協新店に変更されている。1999年、県道190線が第2、カノエ線に昇格。2000年には第2オノレ線が開通するなど視線が増加している。2001年には第2オツ線台北市内区間がサイド衝動に指定され、起点が台北市大道区に変更されると同時に、第二線の起点も北側に、 約100メートル移動し、赤道橋が新しい起点に指定されている、金貨石付近。ありがとうございます。